し合った両者、しかし終われば笑顔、その拳と拳で通じ合うものがあったか。この時はやっぱなんか盛り上がったの2人のおかげなんでありがとうみたいなこと言ったような気がします。青朝倉、朝倉未来です。青朝倉、3対0判定勝利。朝倉未来がガチユウスケとの決闘を制しました。いろいろありましたけど、まあ、八千くんと俺がこんだけリスク背負ったおかげで盛り上がったと思ってるんで、まあ、あのクレイジービーのことをなんか、煽りでバカにしちゃいましたけど、全然リスペクトしてるんで、また出稽古で教えてください。なんか年末ベラトールと対抗戦やるんだっけ。一緒に戦って日本盛り上げましょう。あと YouTube 登録してください。見事勝利しました。朝倉選手にもう一度大きな拍手をお送りください。頼むぜ、次堀口。次回も堀口もお願いしたので。あ、そう、すごいいい試合でした。面白いです。結構あんなに圧力かけられたのは見たことなかったんで、やっぱ安選手のその圧力とかはすごい強かったんです。お互いが負けられない状況を作ってるから、勝ったら俺が賞賛を受けて、まあ、八千くんは、まあ、アンチのコメントとかも受けないといけない。負けた後まで受け止めるのがプロでしょうね。全部ね、15分で全否定されたんで、まあね、なかなか受け入れがたい心境ではありますよね。バースが良かった、コースが良かったとか、くよ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 してたかも。上手だった。すいません、勝てました。強かった。パンチがちょっと届かないの、ちょっと焦ってきちゃって。もうちょっと冷たかったっすよね、思い切ってね。あ、あれでしょ。真夏に判定ダメだよ。KO じゃなきゃ。頑張って。あれ頑張って。そんなもんね。やじ、特訓してやるから来い。よろしくお願いします。先輩の言葉ありがたく受け止めますよ、本当に。ここまで言ってくれてるからね、ちょっと本当行ってみようかな。八千くん入りすぎちゃってもうガチガチだから、もっとリラックスして入ってれば絶対余裕だ。ね、泣くんじゃねえ男だろ。ズバリ俺のダメなところをオブラートに包まずにドンドンって言われて、たまには KGB、はい、指導信じてる。指導すか。同期だし、彼はね今やトップの選手だし、悔しくなっちゃう。いやでも言ってくれるのがね、結果嬉しいですけどね、ありがたいし。やってよかったって今すっと思える。いや思えるっす。絶対負けられない、意地でも死んでも負けたくないみたいな試合がまあ久々で、だからこそいろいろ考えて見つめ直して、なりふり構わずいろんなところの人のところ行って頭下げて練習させてもらって、その中でいろいろ成長もすごく感じたし、こんなにもまだ俺強くなれるんだっていう充実感も実感もあったし、俺もヤジウスケ諦めない。